メートル競争は予選最終第3組出発です。男子 3000m 競走の予選最終第3組が出発いたしました。さあこの組では全国標準突破者がさあ現れるでしょうか。さあ先頭は時山松の相澤くんでしょうか。さあまた越しゼッケン確認でき次第選手ご紹介いたします。まもなく 400m の通過、 400m は69秒です。先頭は時代松の相澤くんです。続いて小金南の村上くん、そしてその後ろ新松戸南白須くん、浦安の綾くん、葛飾の東くん、さあこの辺りか集団は縦長になってまいりました。さあ現在5番手が葛飾の東くんです。さあスルスルっと3番手に上がってきたのは東野省の野口くんでしょうか。800m は2分23秒、この1周は73秒。先頭変わらず時山松の相澤くん、その後ろ房の山下くん、そして浦安の綾くん、東野省の野口くん、たくさんの斉藤くん、さあ6番手の選手、さあ5番手に上がったのが我孫子の新井くんでしょうか。6番手に東野省の野口くんが下がったか。先頭は時山松の相澤くんです。ランキング3番手、持ちタイムは8分56秒57。さあですがまだ、通信では全国標準は突破できておりません。さあこのレースで突破なるか。 1200m は3分37秒。さあ先ほど先頭 1000m は3分ちょうどで通過しています。この1周のラップは73秒。さあ4番手に我孫子の新井くんが上がってきています。たくさんの斉藤くんが3番手。さあ黄色のユニフォームがたくさんの斉藤くん、その内側、ブルーのユニフォームは浦安の綾くんか。
1600m の通過です。4分53秒、この1周75秒。さあ先頭集団8名と申し上げていいかもしれません。先頭に上がってきたのは白山の斉藤くん。さあ現在の5番手は野田南部の服部くんと藤木の久本くんが5番手争い。さあ先頭集団は4名に絞られるか。その先頭が白山の斉藤くんです。2000m は6分08秒、この1周は75秒。さあラスト 1000m を2分50で回る必要があります。8分57秒00が全中の標準記録です。先頭争いは4名、白山の斉藤君、浦安の綾君、時山津、相沢君、そして我孫子の新君、この4名です。そして5着争いが久慈家の久本君と、野田南部の服部君。現在服部君が5番手か。2400m は7分24秒、この1周は75秒。先頭は残り 250m です。白山の斉藤くんがさあ4名の先頭を引っ張っています。まもなく 2800m。 8分38秒、この1周は73秒。さあ激しい先頭の入れ替わり。さあまた斉藤くんが前に出る。さあ時山津の相沢くんも最後先頭に出る勝機を狙っている。さあ浦安の綾くんが現在4番手。今9分、9分5、6、7、8、9、10。さあ9分10秒台でのフィニッシュ。さあ5番手は久慈家の久本くん、9分25、9分30。競技中ではございますが終了いたしました。共通男子 3000m 予選第2組の結果をお伝えいたします。
1着腰ナンバー15番山本くん白さん、時間9分05秒88、2着17番尾形くん大網、9分07秒10、3着16番工藤くん三田、9分09秒51、4着7番高橋くん野田大に、9分09秒79、5着2番岩田くん尾身川、9分10秒17、6着3番北井くん柏台に、9分18秒90、7着4番水品くん湖北、9分24秒39、8着5番藤井くん畑沢、9分25秒47、9着以降は掲示板をご覧ください。